若広ほの子です。タヒチにて。タヒチ1週間の滞在で1年間夢心地でいられた。ハネムーンはタヒチと決めていたのに、燃えない金庫にあった20代の秘密からお話しします。モーレア島の部屋というか小屋でゴーギャンの世界に浸る。ゴーギャンが愛し描いた民族。子供の頃ゴーギャンが有名な画家とは知らず、ゴーギャンが描いたタヒチの民族の絵を見ていて、知らない間に鳥肌が立っていたことを思い出しながらノスタルジックに浸っていた。夜にタヒチアンダンスを見ていたら、タヒチアンは楽しそうで明るく幸せなのが伝わってきた。タヒチアンダンサーが突如舞台から降りてきて、私の手を取り舞台に誘った。一緒に踊った。女性は足を開かないで腰を動かすという、言葉では全くわからないが、きっとそういうことを言いたいことだと感じた。一緒に踊ったダンサーは、そのダンサーの中でも一番ハンサムでセクシーでした。キーって感じでした。バナナの葉でできた冠とお花でできた首飾りをつけてくれた。何とも言えない明るさの照明の中で、大室の夜に酔いしれ溶けていった。野心を持ち気の張る生活に憧れるけど、こういうのんびりとした時間を感じなくなる空間も素敵。ボラボラ島の水上コテージ、サイクリング、遠い椅子に座りながら足を組んでエマニュエル夫人をハミングしている私時の幸福感。ふんふんって感じかしら。1週間滞在しました。帰ってきてから1年は余韻に浸れました。ハネムーン私に行きたいなと20代前半だった私は思いました。次回はアイドルを撮らしたら3本の指に入るカメラマン、ヌードを撮らしたら3本の指に入るカメラマン、有名なプロのカメラマンと話せる機会があった。燃えない金庫にあった20代の秘密からお話しする予定です。タイミングよく見ていただけたら嬉しいです。アラハタ、アラサー、アラホー、アラヒフ女子の世代ごとの女の差が本音や悩み、ありがちなハプニングを赤裸々に語っていきます。反面教師になります。皆様は幸せに生きるヒントを見つけてくださいね。世代ごとの女性の悩みを解決できるヒントになる動画を心がけていますが、女性の本音や悩みやなどもね、差がとかもわかるので、男性も楽しめるはずです。若い方々には反面教師だと思って笑ってみてください。今やるべきことがなんとなくありかり、幸せに年を重ねるヒントがたくさん詰まってるはずです。チャンネル登録よろしくね。未婚の母と一緒に楽しくね、暮らしたいなと思ってます。家族になりたいです。部屋もあります。興味のある方はプロフィールを見てくださいね。反面教師による幸せに生きるヒント、若広ほの子でした。保護猫みーちゃんとのご縁によって全てのタイミングが信じられるようになりました。出会いもなんかチャンスも全て完璧なタイミングなんだなと思います。自然と感情を込めて天国言葉を口ずさむ歌を口ずさんでたら、落ち込むこともなく、全てが良い方向に向かってます。みーちゃる、みーちゃる、愛してるんですよ、愛してるんですよ、幸せなんですよ、みーちゃるありがとう、愛しいんですよ、嬉しいんですよ、楽しいんですよ、幸せありがとう、みーちゃるかわいいよ、セクシー美人さん、べっぴん素敵だよ、みーちゃる色っぽい、健康長生き、ずっと一緒だよ、永遠永遠に、みーちゃる一緒だよ、10点、みーちゃる、またね、よし、アモール、シーユー、バイバイ、かわいい。